えー、皆さん、こんにちは。ワド監督です、えー。毎日映画を作るのを頑張って、えー、活動してます、えー。今日お話しするのは、えー、リスナーさんのね、生放送のリスナーさんからのコメントで、ワ、え、ド、ー、監督はなんでアマゾンの欲しいものリストを作らないんですかっていう風に言われたので、あの、そのことについてお話ししたいと思います。えっ、ー、と、実はね、僕ニコニコ生放送っていうところで配信をやってるときに、 えー、a z o n の欲しいものリストを作ってたんですよ。前から作っていて。で、作っていたのに、まあ欲しいものを載せるじゃないですか。でもね、僕、嫌われてるから、生放送のリスナーさんでアンチって言って嫌がらせをするリスナーさんがたくさんいるんですよ。で、俺が欲しいものをアップロードすると、送る、それを買ってあげるんじゃなくて、買って一回、その商品をキャンセルするっていうので、全部取り消されるの。 もう、商品あげたら、えー、消される。商品あげたら消される。で、いつ見ても、欲しいものリストが空になってる状態っていうのがついてたんですよ。で、あ、もうめんどくさいからやめようと思って、もう3年ぐらい欲しいものリストを使っていませんでした。だからね、えっ、ー、と、生放送でコメントがあった時に、あの、久々にじゃあ作ってみるねっていうことを、えー、アンサーして、で、 そのね、面白い機能があって、商品が買われても、要はリストを保持するっていう機能が新しく追加されたんですよ。多分ね、アマゾンの方にね、こういう機能を追加してくださいっていう人が要望が多かったんだと思うんですね。えー、なので、えー、欲しいものを、えー、アマゾンの欲しいものリストを公開させていただきました。で、えーと、とりあえず初期設定だけして欲しいもの4つ選んだのね。 で、それで昨日の生放送をやったら、お前高いもんばっかりじゃねえかよみたいな、カメラのレンズ20万とかお前ふざけてんだろうっていう風に怒られてしまったので、あの、生放送の時に僕がよく飲んでる、今日あるかな今日今もう昨日さっき掃除しちゃったんでないんですけど、あの、タリーズの缶コーヒーであったりとか、あと僕があの、ね、飼ってる文鳥の釈迦とペコっていうのがいるんだけど、文鳥の釈迦のペコとね、えっ、ー、と、サプリメントとか餌とかをアマゾンリフトに え、a z o n リストに公開しましたので。で、もしね、せっかく YouTube やってるんで、えっ、ー、と、z o n の欲しいものリスト、えー、商品が届いたら、えっ、ー、と、このね、番組で紹介させていただくので、えー、一緒に楽しんでいけたらなと思ってます。それじゃあ皆さん、チャンネル登録とご意見をコメントよろしくお願いします。グッドボタンも押してください。じゃあね。